小原紀子さん、続いて山田康夫さん、増山英子さん、市川治さん、上田美幸さん、井上真紀夫さん、富山圭さん、浅上陽子さん、吉田里穂子さん、松島みのりさん、野沢雅子さん、富田康生さん、石丸博也さん、杉山和子さん、そして佐々木勲さんでございます。どうもありがとうございました。それではまず小原さんからお願いをいたします。どうぞ、はい、どうぞこちらへ。ダナ、残されじまだ。今のは NHK のコナンですね、はい、なんか夢の世界と現実がね、こう突然二次打ちという感じで出てまいりましたけど、小原さんはご存知でですね、七色の声をいろいろ使えるわけですが、今日はそのうちから、はい、ほんの3人のキャラクター、はい、ね、それを続けてやっていただきたいと思うんですが、はい、わかりました。あれ大変でしょう、こう声の演技力ですかね、これは声優さんというのは。どうなんでしょうか、でもいろんなキャラクターやるってのは楽しいです、うん、それに比べて例えばこのスクリーン顔を出している俳優さんの中にはですね、はい、目つぶって聞くとひどいセリフの人ですね。いいんですか、そんなことしちゃって。正直に言っていいんじゃないですか。全部がと言ってませんから。そういう人もいると。はい、はい、それでは目をつぶってお聞きください。目をつぶって。じゃあお願いいたします。ぼやっきーとんずらん、ほんとにスカポンタンなんだから、もういやあん、うん、私はサイボーグ戦士ベラミス。私は私の手で新しい世界を作り出したいのだ。私はミーネ、命をかけてハーロックを愛する女。うわー。しかし小原さんね、あれだけの使い分けっていうのはすごい、このまあどっかで練習もちろんお稽古なさるんでしょうが。いえ、はい、画面っていうんですか、はい、フィルムを見て、はい、そしてやっぱりあのキャラクターだったらこういう話し方かなって、そういう感じです。あは、はい、あの声の感じっていうのはご自分のあれがかなり要素が大きいわけですか。そうですね、持ってるものの中の高いとことか低いとことか、そこをあのキャラクターで使い分ける、その程度で。あの声色じゃないんです、皆さんね、うん、おっしゃるんですけどね、声色使ってる気は全然ない。声色ってのはこう対象人物がいて、それを真似るのが声色であるわけですか、はいはい、これむしろ作り出す方ですから。そうです、決して声色じゃないわけですね。花さんできる今の。やってみますか。何が好き。そしてうまくするなよ。じゃあ、ドロンジョ加賀さんがどうぞ。本当ですか。ちょっとやってみよう、あなたの感じでね。ぼやき、とんずら、本当にスカンポンタンなんだから。スカポンタンなんだから、もういやだからそれだけ大変だろよ、これは。声優さん大変ですよ。もともと器用でらっしゃるんですか。さあどうなんでしょうか。ただ私前にね、参りましたけれども、はい、ブリジット・バルドとか、はい、ああいうこうどっちかというとセクシャルな役が多かったので、その他に男の子の部分が自分の中にどうもあるらしいって気がついたのであのハイジのフェーターあたりからで、はい、その辺からこう両方がやるようになって、はい、そういう感じの芸域が広がってみたいです、ね、はい、どうもありがとうございました。どうも失礼いたしました。山田康夫さんと増山英子さんでいらっしゃいます。おい、カモレが約束通り来たぞ。いくら泳ぎたいからってこの寒空に川に飛び込んだらお風を召しますわよ。ということでルパン三世でございますな。そのまんまなのね。そのまんまだ。じゃあ俺は漫画家だよ。でも山田さんね、はい、芸歴は古くていらっしゃるでしょ、いろんな意味で。いや、みっともないって言ったら。いやいや、何年ぐらいになりますもん。ああ、舞台始めてから20年以上になる。20年以上になる、はい、あるいは50年かも分かりません。
さて、あの映画の方はですね、ベルモントですか、はい、あちらの方はやっております。まあこれあの動画じゃありませんけど、はい、機械の方で、ね、機械の方で、はい、ちょっとそれやっていただきます。お出やまんのこの野郎、いい加減にしろって。それじゃルパン三世と同じですね、はい、僕いい加減なもんですからね、はいはい、大体同じ調子でやってるもんですから。そうですか、こんなもんで、このそんなもんですか、なんか、はい、みんな同じなんですね。同じになる。いや、そんなことはないですけどね、被災に聞きますとはやや微妙変化があるわけですよ。もう一度行きましょう。じゃあ映画の方へ写真。いい男だな俺はな。しかしみっともねって大体朝出る顔じゃねえんだ俺はな。夜出る顔だよ。変わんないですねやっぱり。いやいや面白くない。いやいやいや、ということで小川さんやってごらんなさい。難しい。でもややああいうあの崩れたキャラクターがお得意なんです。顔に合わせまして、はい。でもこれあの串丸でしょ、楽しさは何でなんですか、声優さんとしての。自分で作れるということでしょ。さっきも大原さんちょっとおっしゃった、あのどうせ向こうが会っちゃいますからね、あのそういう意味じゃあんまり面白い仕事じゃないですよ、ね、そう言ってみれば、はい、どうやったって向こうがやっちゃってるわけですから。そうです。てめえの体を使えないわけですから、はいはい、そういう意味じゃつまらないですけど、例えばあのアニメーションなんかの場合ですと、僕ら生身の役者が絶対できない飛躍みたいなものができますね、そういうのにぶつかると楽しいですけどね。そうですか、はい、ありがとうございました。さて、あの松山さんはあのお声がこう色っぽいっていうもっぱらの噂なんですかね。いや、そんなことないと思うんですけどね、むしろ逆じゃないかと思うんですけど。そうですか、はい、加賀さんの中に比べたらよっぽど色っぽいんですけどね。はい。でもママさん役もいろんな役をやりますね。はい、もうお母さん役が割に多いんですよ、はいはい。そして今日はですね、はい、天才バカボンでしたか、はい、あの女はやっぱりママさん役ですか。そうです。はい、ちょっと出していただきます。はい、はい、おばあさん。パパ、はじめ、バカボン、ご飯よ。パパの好きなレバニラ炒めよ。もう一度ね。パパ、バカボン、パパの好きなレバニラ炒めよ。なるほど、はい、私生活通りに。ありがとうございました。というわけでルパン三世の松山さんと山田さんでございます。ありがとうございます。あと石川さんと上田さんでございます。だいたいこう敵役っていうんでしょうか、悪が多い、うん、以前はねやっぱりヒーローが多かったんですが、最近はあのその敵役が多いよう、ね、でその敵役も単なるそのなんていうんですか、悪ではない、その悪の裏側のその人間性を描くことによって、はい、その敵役に深みが出てきたし、それから見る目の方もいわゆる今の世界情勢とか社会情勢、はい、いろいろ複雑ですから、逆な見方もできるんじゃないかということで、この悪、私がやった4つありますけど、人気が高まってきたんじゃないでしょうか、はい、よく悪役の方はあの歌合戦なんか出てらっしゃいますけど、実にいいあのパパぶりを発揮して、ね、やってます、ね、結局善を知ってるからその悪がだん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 深まった役ができるんですね、逆にそう思いますけど、どうなんでしょうか。これからもどうぞ悪人でいらっしゃいます、はい。さて上田美希さんはもうあれ十何年前になるんでしょうか。はい、初めてアニメを やりましたのが、はい、エイトマ、はい、14年ぐらい前でしょうか。ああそうですか。はい、そうです。それになります。ポッポちゃんは上田さんですか。そうです。いやもっともっと、それはもっとそんな小さい頃です。ああそのエイトマの頃はまだお一人でいらっしゃる。はい、ね、あの学生でした。あ、学生さんでいらっしゃったんですか。ああ、古い話になりますね。今日は大体本当のこと言っておりますので。体感しろと言ったのは古代君でしょ。宇宙遊泳でも何でもして帰ります。命令だ。隊員服を着ろ。艦長代理として森行に急任務を命じる。とにかくそういうわけでいつもこう影の方でお仕事をされてるわけですが、はい、なんか、まあ、大変な人気ですよね。そうですね。おかげさまで、大和のおかげでございます。まだブロマイドなんては出ないですか。まさかブロマイドはまだ出ておりません。誰も買ってくれないじゃないですか。そうですよ。いやいや、僕らのが出てもしょうがない。やっぱりあの人柄がこう声には出るんでしょうか。お宅では良きパパでらっしゃるそうですね。なんかちょこっとマネージャーに漏らしたらすぐ全部分かっちゃってるわけ。いけないんですか、あのお嬢さんの話じゃ。いいえ、そんなことは。4歳、は
はい、4歳、今年幼稚園です。じゃあどんな声変えてもお嬢様はですね、はい、お父さんの声はもう分かるわけでしょう。よく分かりますね。分かりますね、はい、子供の耳ってのは鋭いんでしょうかね。鋭いですね、やっぱり、はい、使い分けてもこれは絶対ごまかしていかない。もう全部分かっちゃいます、ね、あ、全部分かっちゃいますか。大体、はい、のファンの方というと少年、まあ、小学生から二十歳前後ぐらいまでですか。そうですね、はい、あ、そうですか、はい。富山さん、普通こう私どもですね、はい、テレビ局では出ていただく方は、まあ、車でお迎えに行くわけですけど、はい、声優さんとのお迎えってのはあまりしないんですか。お迎えってのはまずないんじゃないですか。はい、まあ送りもたまにでして。失礼ですよね。あ、そうですか。今日はお送り申し上げます。浅間美さんはどこが好き、あなた方は。嫌いなんて言われたい。古代くんのファンかもしれない。あのね、ここで見てるとね、面白いのよ、富山さんはね、はい、今度はこう胸毛なんかはね、これまずい。シャツのね、上からちょろっと出てないなんか相当胸毛濃いですね。いえ、こんなお知らせて。昨日シーンみたいにヌーになりましたでしょ。はい、やってる時暗闇でやっぱりね、お脱ぎになってやるんです。いえ、僕は脱いでほしいんですけどね。あまり刺激が強すぎるといけない。こんななってやってましたから。多少ね、ちょっと動いたりはしますけれども、やっぱりどうしてもただ立ってるだけだとね、表現がちっちゃくなって、はい、私みたいな書き出しはまだちっちゃくなっちゃうから。日本の映画監督の長老でいらっしゃるね、はい、牧野正弘さんってご存じですか。はい、あの方はですね、アニメのファンでいらっしゃいましてね、それも今度は声優さんだけを集めてドラマを一つぜひ作りたいということをおっしゃってるわけなんです。わ、ね、賛成の方、これ本当に事実でございます。それも俳優さんじゃなくて声優さんだけを集めてやってみたいって非常に興味がおありになる。そうですか、はい、楽しみですね。ありがとうございます。後ほど、それではまた。失礼しました。したマハルターならフーランパ。飛んでこい。クルー、どうなっちゃってるのよ、これ。私にもわかんない。今、私はブロードウェイにいる。テリーと同じ街に。テリーと会えた。テリーと話せた。テリー、生きていればきっと会えると思ってたけど、本当ね。星と星の間に虹の橋がかかってる。わ、眩しい雨だね。さあ、そろそろ完全機械化へ着くわ。それぞれのお声が出てきたわけでございますが、吉田さんはお芝居の方もやってみたいというお気持ちも強いんですか。やってみたいですね。舞台の方をやってみたいです。あ、舞台の方ということですか。やってみたいという、はい、あ、そうです。それはもう小さい時からあれだったんです。児童劇団だったんです。ああ、それじゃもうね、はい、ああそうですか。じゃあそちらの方もぜひ実現ということで。さて、吉田さんにはですね、はい、アルプスの少女ハイジのクララでしたね。はい、そうです。はい、その声をやっていただきます。ハイジ、ほら見て、クララは立てたのよ。幻想そうな感じ。もう一回。ハイジ、ほら見て、私立てたのよ。という大吉田さんの声でございます。クララはもっとお若い方がやってらっしゃるから。あ、ごめんなさい。若い。はい、ありがとうございます。じゃあ松島さんでございます。松島さんはドカベンの幸子。はい、そうです。どうですか。はい、ではお願いします。おいくつぐらい若返ってるか。もう30ぐらい若返るんじゃないかしら。か、はい、ね、大変弱いセリフ言うのは、ね、聞きゃこうね、みんな笑ったりなんかして、もう一回しますね。こら、葉っぱのバカ、お兄ちゃんをいじめたらもう幸子一生落ちないから。おかしいね。ありがとうございました。それはもう、はい、アニメだからできるんです。顔が映っちゃうとやりにくいでしょうね。映ったらもうとてもやりにくい。なるほど、やりにくいという。やりにくいです、はい、今日はすいません、お顔はアップで。ということで、ドカベンの幸子役、それから野沢さんでございます。
和田さんはゲゲゲの鬼太郎。はい。そっくり。うわ、映さないでほしい。なんかすぐ変えてください。そう、あのじゃあすぐフィルムと言いましょうか。はい、変えましょう。カランコロン、カランカラン。これ歌なんですよね。下駄もちゃんちゃんこもないけど、僕鬼太郎。はい。おじいちゃん、おはよう。マミの木さん、おはよう。アルプスと空の雲さん、今日も一日ごっけんよう。あれはしかし長く続けたら大変ですね。セリフがあのぐらいがちょうどいいとこですか。そうですね。あの疲れませんか。一本こう取り終わって、ね、ええ、ああいうお声で。でもあのストレスがたまりますけどね。暇な時は何なさってるんですか、杉山さんは。暇な時はうちで猫と遊んでます。猫と遊んでるの。猫なで声になりませんか。ということは。まああのとにかくそういうね、全く忘れて遊ぶということも必要でしょうし、あのフィルムはないんですか。はい、あのここでね、富山さんちょっともう一度加わっていただきたいと思うんですが、はいはい、この4人で、はい、あの揃っていただくと、うん、もうあのわかります。なんですか。ちょっとこちらおいでください、はい、スタージミラーということでございますね。はい、ということであの、はい、昨日の夜、はい、放送されたばかりなんですけれども、はい、実際今日はそのフィルムをこちらでですね、はい、映しまして、はい、あのいわゆるそのアテレコの風景を再現していただこうと思うんですけれども、はい、よろしくお願いいたします。じゃあこちらどうぞ。はい、どうぞどうぞ。はい、うわっ、なんだこりゃ、おい、くすぐったいよ、おい、ちょっとやめておくれって。おっとっとっと、なんだこれ、切ったパク、あららら、姫を見てごらん、早く、姫なら、あ、そうだ、ちょっと、あ、急がなくちゃな、あれ、なんだこれ、この、いや、あれ、うおっ、いや、よーし、怒った、せーの、いってぇな、もう。フーゴさん、一体どうしたのですか。おい、クゴ、エンジケーターのスイッチを全部切れ。よし、わかった。おお、どう、とどまった。お、磁力線の乱気流が起きてる。姫、大丈夫、姫、あの怪我は。どうした、どうした、どこも痛くない、どうした。大丈夫です。一体どうしたのですか。いや、それが磁力線の乱気流に巻き込まれたそうですよ。乱気流に。大丈夫ですか、空母さん。ええ、大丈夫ですよ。電磁系統は全部切ってありますからね。今動いてるのは動力エンジンだけです。本当ですよ。ただし、このままではだんだん酸素がなくなっていくぞ。いや、あの、それまでに早く空母を脱出しなきゃ。空母、ぶってませ、行こうぜ。おお、焦るな、焦るな。おい、見ろ、磁力線の影響で周りの星屑が動き出したぜ。おおおおおおい。ぶつかったらいかにクイーンコスモス号と言えても粉々だ、気をつけろよ。おい、ぶつかり始めたぜ。クゴ、あそこから脱出だ。よし、フルパワーだ。よいしょ。急げよな。